じゃあ、まあさっきのあれですね、話の続きじゃないですけど、さっきも話に出てきたんですけど、まあ平手がその前の年に泣いたというちょっとエピソードじゃないですけど、はい、これがこれモテギ、これ2012年のモテギですね。だからこの前のレースで泣いたんだね。そうですね、この前のオートポリスですね。オートポリスでね、はい、ジョニーさん柳田さんペアですよね、あのモーラですよね。なんでこのグレーの車にタイトル取られちゃったんですよ、僕たちは。そうですね、うちらと争ってて、で、まあ、そのオートポリスが雨のウェットレースで、まあ、この最終戦と同じ状況で、ミシュランがめちゃくちゃ強かったんですね。ウェットはね、ウェットめちゃめちゃ強くてね、はい、で、まあ、最終戦を待たずしてチャンピオン決められて、ウェット、はい、それがウェットレースで、で、まあ、そこで平手は大泣きをしてっていうね、はい、エピソードがあって、でもこれも最終戦雨で、オートポリスの屈辱を晴らすべく、そうそう、まあ、僕ら戦ったんですけど、まあ、この年ずっとミシュランにウェットやられてたから、はい、なんか新しいタイヤ持ってきてくれたんでね、はい、ただ 1セットだけウェットタイヤ、はい、新しいの、まあ、ぶっつけ本番でテストもないけど、そうです、なんか持ってきて、まあ、それで戦えたみたいなね。そうですね。いやだからその短い期間でね、こう開発じゃないですけど、ブリヂストンがね、そういうタイヤを用意してきてくれたおかげで、このレースはまあ結果をまあ後で見るんですけども、勝つっていう。そうだね。そうですね。まあ、タイヤがだから1セットしかないから、もうレースそれでぶつけ本番でみたいな。そうですね。これでどん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 やっぱり後ろからモーラーが上がってくるわけですよ、うん、やっぱりね、ミシュランが、ミシュランが、はい、あっという間にそれで後ろまで来たもんね。そうですね、これ僕は今トップで逃げてて、これ僕先頭で、もう後ろ、うん、もう真後ろ、後ろにどんどん来てっていう、はい、まあ平手が頑張ってこうトップをずっと守ってるけど、はい、ピットはもう大騒ぎ、伊藤騒ぎ、そのぶつけ本番に投入したタイヤが1セットしかはいはい、はい、なかったから、はい、これは後半どうすんだっていうことで。そうですよね、まあ、この頃結構、まあ、横浜とかミシュランは結構無効感って言ったけど、うん、ブリヂストンはあんまり無効感ってしたことなくて。そうですね、うん、まあ、ただ1セットしかないっていう、ただそう、ただ変えないと厳しいっていう話がこの頃ピットで出てて、ただ変えたらもうこのいいタイヤないでしょっていう、もう抜かれちゃうでしょっていう話で、どうすんだっていう、無効感でいけないのかっていう、どうすんだっていう話してて。そうですね、いやでもちょっと最初当初厳しいっていう話だったら、はいはい、もう分かんないけど、もうでも行くしかないでしょって言われて、うん、まあ、とりあえずそのじゃあ他の車を先にピットに入れてそのタイヤを見るっていう、うん、はいはいはい、なんで僕らはもう我慢して後ろが入るまで、はい、うちらもだから無効感したことないもん、初めてだからこの時そうですよねで無効感って言ったぞって、こっちももう行くしかないみたいなですね、何のデータもない中もうこっちは行ってるから、ね、向こうはもうあれですもんね、タイヤ変えずに行けるっていう自信があったから、もう全く変えないですもんね、向こうは。こっちはだからその初めてぶつけ本番で持ってきたタイヤを無効感だからデータも何もない、持つのかどうかもう分からないみたいな、安全バッチ状態みたいなこれ21秒でピット出てたんで、だもうタイヤ変えてないっていうのを分かった状態で、このあと僕らも、はい、変えたらもう無条件で後ろになるもんね。ですね、まあ、そこでまだいいタイヤがあればね、うん、また追いついてってとかいうのも可能だけど。そうですね、この頃その1セットしかタイヤがなかった、この時その1セットしかなかったから、はい、一応タイヤ持ってますけどこれこれ後半の立川さんですね。ずーっと真後ろだ。ずーっとでしたね。まあ、ただなんかやってるうちに、走ってるうちに、うん、こうミスさえしなければこれは抜かれないなっていう。ああ、そんな感じでした。うん、まあそのインを差しにまで来れてなかったから向こうがね。うん。
まあだからこっちがなんかミスしない、まああとはその300に引っかかる時だけ注意すればこれいけるぞ。そうですね。でもそこのミスしないと300の絡み方だけ細心の注意を払ってっていう。なんか見ててもあのやっぱ後ろのミシュランタイヤの方がこうなんていうの、縦がしっかりしてるんで、うん、ブレーキングではすごいギューって詰まってきますけど、うん、ただ差し抜くところまでいかなかったですよね。ただやっぱ結構後半最後雨強くなってきて、うん、そうですよね、結構タイヤ削ってて、はい、あのライン300抜くときとかライン外すときに、はい、結構厳しかった。この辺になるともうかなり雨量が、そうおいおいおいっていう感じで、もうじゃあ勘弁してくれよっていうタイヤ無交換でいってるからなおさらこう山も減ってきてる中ですもんね。コンマ1秒ない接近戦ですもんね。いやでもこれね、前のレース敗れてるからここでなんとか勝ってっていうのはやっぱ思い強かったですよね。これはやっぱりね、その、まあ、会心の勝利とかみんなの思いがしたかな。まあ、俺らも当然悔しい思いしたけど、うん、トヨタ、まあ、レクサスにとってもね、そうだし、まあ、BS ブリヂストンにとってもね、そうですよね。くて、しかも雨でウェットレース負けっぱなしでやって、うん、で、新しいタイヤ持ってきての会心の好勝利だから。そうですね。こう、まあ、タイトル取れなかった悔しさをこうみんなが全部ぶつけたレースだと思うんで、うん、ものすごい今日気持ちよかったな、これは勝って。そうですよね。まあ、僕と組んだ、まあ、4年の中でこう一番思い出残っているレースはどれですかっていうふうにね、もう先に聞こうかなと思ったんですけども、先にねこの、まあ、エピソード出ちゃったんであれなんですけど、やっぱり今のレースが一番、うん、まあ、今のレースっていうか、うん、前のレースの夜そこですか。あの多分大号泣してましたね。そうそう、なんか、はい、でそっからのあの徹夜で朝まで飲んでみたいなね、まあ、それが辛かったな、はい、俺は普段なんかあそこまでこう感情出ないものがやっぱ出ちゃうし、でね、あのまあそんなところ先輩に付き合ってもらうのもあれだったんですけどもう普通に1時間だけじゃ終わらせないっていうか、もうなんかずっと付き合ってもらえますみたいな勢いでいや、返してもらえなかったからね。そうですね、あのコンビニによってこの後解散みたいな流れになりそうだったんですけど、コンビニの外で僕土下座したんですよね、確か。そうそう、でコンビニでなんかお金下ろしてたよ、あのその後のその後行くところへのどうしてたっけあー懐かしいなえっと、質問をちょっと立川さんの方にしていきたいと思うんですけども、はい、質問の中で多かったのは、まあ、やっぱ立川さんといえば、まあ元祖イケメンと呼ばれる、やっぱ GT 界ではイケメンっていう形で、そんな言われてないけど、本当ですかいや言われてるじゃないですか、結構平手さんには絡みますね。いや、まあ、その若さの秘訣、なんか要はもうなんかあんま変わってない感がやっぱり、いやそんなことないまあそれ相応に、そう、うん、まあそれ相応にですよね。気をつけてることとかってありますか？いや何もないよね。そう言われると本当に人一倍気をつけてない平手の方が丁寧にこう泡立てて顔洗ってたしね女子のようにまあよく寝ることぐらいだよね。あ、そう、それもね、なんかあの質問に来てたんですけど、1日何時間寝るんですかっていう、8時間はね、うん、確実に寝ないと、もうそれ以下だとなんかこう眠いなみたいな、昼寝2時間。ああ昼寝も2時間すごいな。まあレース行くなんかだから朝起きるともう昼寝何時頃できるなみたいな、うん、そうですね、あの常にあの寝る時間のことは考えてらっしゃいましたよねでも逆に僕寝れなくなりました、自粛になってから。なんかやっぱり普段よりも動いてる量が少ないというか、レース始まってないこう精神的ストレスがないじゃないですか、なさすぎて逆になんか体が頭も疲れないっていうか、なのでなんか夜、それは分かる分かる、あんま寝れなくなりました。頭が、はい、頭が疲れてないよね。そうですね、脳がね、はい、やっぱレースはやっぱ相当ストレスかかってるのかな、あれは
いやもうストレスの塊ですよねやっぱり監督と選手どちらが、どう楽ですか、まあ、気持ち的なのかな、はい、まあ、監督だよね。あ、やっぱ監督の方が、まあ、まあ責任とかなんとかまああるけど、はい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 、でもね走るプレッシャーってすごいよ。そうですね、まあ、スタート前だったり、まあ、後半だったら前半のドライバーが走ってるのをピットで待ってる時、はいはい、トップ争いでもね、うん、された日にはもう次はもう、セルモ以外でこのチームいいなって思うチームはどこですか、かっこトヨタ系以外でも OK っていう風に来てますけど、うん、確かさんはもうずっとト、まあ、ずっとトヨタ、ね、そうそう、ね、まあ、ずっとセルモ、はい、まあ他メーカーは興味あるよね。まあ、他メ、まあ、チームっていうか他メーカーの車に乗ってみたいかな。どんなのがあるかなってね。はいはい、どんな GTR どんなって言われてもなまあでも最近はねやっぱ共通パーツ使ってるからね。まあそうですよね。だから同じパーツね、使ってるパーツが多くなればなるほどそのキャラクターが狭くはなるね、こう色がこうなるけど、同じもの使っててなんか、はい、こんな感じで違うのかみたいなね。で絶対違いはあるはずですよね、うん、そのメーカーの味付けみたいなやつで。そうですよね。まあなるほど、車には興味あるってことですね。立川さんにとってちょっと消したい記憶かもしれないですけど、まあ、昨年富士でブレーキトラブルがあって、まあ道上さんにこう衝突してしまったシーンがあったと思うんですけど、その時何キロぐらい出てたんですかっていう質問が来てたんですけど、なんかロガーとかで見ました、あの後。だからどの瞬間かだよね。壊れた、まあ、そんな別にあれ消したい記憶でもないけど、結構よくそういうのトラウマとか言うじゃん、うん、あ、そう、それがトラウマになって怖くて出れないとか、ね、うん、よく言われますけど、ね、見たくないとか、はい、うん、もう全然そんなことないけど、ね、あ、逆に 見て、おー、こんなのだったんだ、まあ、その日の夜にホテルで一人でこう動画見てたえ、ぶつかったいいですか、おアタックに入った週でストレートも、ね、300近く、うん、でブレーキ踏んで抜け、その瞬間抜けたんで、まあ、そこからスピンし始めて、でスピンし始めちゃうと速度わかんないんでね、車輪、まあ、ね、輪速が取れないから、ね、はいはい、正確なもん出ないから、そこからわかん、何キロで当たったかはわかんないけど、まあでも200以上は、だからおそらく200、780ぐらいのレベルですよね、多分初めて本気で死ぬと思ったもん、死ぬかも、死ぬかもってね、あ、よくて、まあ、背骨、あ、うん、は行くぞと、もう俺終わったと、引退だと、よくていやいやいや、下手したら死ぬかもみたいなのをもう瞬間的にファーンと言って、ですよね、うん、それぐらい衝撃的でしたよね、あれは。いやもう今までレースでその土砂降りで危ない怖いとか、うんうんうん、なんかその危ない思いしたとかって、うん、で怖いんだ、今そんなもん恐怖のうち入んねえなと思ったら、本当に死の恐怖ってのは本当の死の恐怖ってのはこういうもんだっていうのを味わったから瞬間味わったまあ、 あれからもう耐えてること怖くない。今でもコーラ好きなんですか、また今でもレース前に頭痛に悩んでいますかって質問で家で飲み物は、はい、コーラかコーヒーかしか、あ、有名な話ですね、はい、とりあえず黒いもんじゃないと、あ、とりあえず黒いもんじゃないとダメ。頭痛はね、はい、そうそう、よく昔あったけどね、最近ないの、うん、
あれやっぱなんか、なんだろう、暑くて脱水というか、うん、あれね、すごく偏頭痛みたいなのあったのかな。最近なんかエアコンになったからかな、あんまないんだよね。ほんとだって僕も立川さんと組んでる時もつ常にじゃないですけどもずっと頭いってって言ってる時多かったですもんね。最近快適、最近快適。じゃあ頭痛にはじゃあ今悩まされてない、SC430 RCF LC500 の中で一番乗りやすかった車両はどれですか。どれだろうな、はい、乗りやすどうだろうね、まあ、乗りやすかったって言ったらまあ当然やっぱ年をこうね、うん、まあ、重ねてるからね、やっぱ最新のものが一番乗りやすいとは思うんですけど、ね、あ、じゃあこれ質問変えて、じゃあ今のスープラかな。あ、まあ今のスープラいいんすか。そんなにめっちゃ聞きたいんですけど、そこめっちゃ聞きたいんですけどとか言っていや、まあいいよね。あ、乗りやすい。なんか LC500 は僕も経験してるんで分かるんですけど、うん、LC500 とスープラでどこら辺が良くなったかっていうのを、日産の代表としてちょっと聞きたいんですけども。いる範囲で、いろいろあ、いろいろですか。LC の頃と同じものだと思って、うん、まあ、同じパーツ使って本当に同じなのかっていうぐらい、うん、なんか雰囲気は乗り味は違うから。RC からね、うん、LC に変わった時にやっぱ LC すごく良くなったなって、いいな、うん、リアがドシッとしてっていうのはあったんですけど、スープラは何ですか、そっからさらに良くなっちゃったんですか。まあ良くなってるけど、うん、まあ周りも良くなってそうだしな。ちょっとそこら辺ちょっと牽制した感じの、どうなんだろうな。まあそうですね、まあ、ホンダも速そうだしね。そうですね、ホンダもなんか FR になって思ったより苦労してないみたいですよね。してない。いや絶対あれだって、ミッドシップだったら雨の日とかトラクションとかやっぱりいいはずなんですけど、 FR になってどうって聞いたら、いや別にあんまり変わんねえよって言うから、どういうことだと思って。逆にそこ不思議じゃないですか。不思議だよね。一緒ってどういうことみたいな。確かに。でもこれあれですもんね、立川さんはこの430もそうだし、 RCF も LC もスープラも全部開発でトップで自分が作りね、切ってるんで、やっぱさ、立川さんの DNA が入った車たちはやっぱいいってことっすね。いや、まあ俺が作ってるわけじゃないからね。いやいやいや、もう作ってるのもんじゃないですか。よくなかった時に責任がのしかかってくるから。なるほど、乗ってるだけっていうことで。乗ってるだけ。なるほど。開発はじゃあ、取締役の方が頑張ってるってことで。開発はそっちに責任を押し付ける。そっち、よくなかったら。よくなかったら。よかったら出てこうかな。ああ、なるほどね。いや、そこは俺だよっていうふうに。今待たせてる分、まあいいレースを見せますんで、はい、イラキン選手ともいいバトルをしたいなと、思ってるので、はい、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あれですか、立川さん、うん、立川さんはなんかこう YouTube でこうチャンネル始めたりしないですか。しないしない。あ、しないですか、うん。なんか立川さん始めたらすげえファンつきそうだから、こうなんか何にも喋らなくてもこうすごい再生回数とかいきそうなんですけど。いえいえ、大変だから。大変だから、うん、出して。あ、たまに、あ、本当ですか。たまに出ていただけるの。いや、もうそんな嬉しい言葉をいただけるなんて、もうこの平手ファン、平手チャンネルのファンの人たちが、はい、喜びますんで、よろしく、はい、ということで、立川選手ありがとうございました。はい、はい、それでは失礼します。